さて、ゴロン里へやってまいりました。行こう。うん、滑る。落ちたら CR のみだね。落ちたくない。死にたくない。よろしくね。さっき、チラッと見えてたゴロン族は何だったんだろうね。マップ、というか画面出てましたよね。謎のゴロン族。どこ行くのが正解かわかりませんが、何か入るとかないでしょうか。あ、フクロウいるじゃん。何してんの、こいつ。あー、落ちちゃった。最悪。お前気にして落ちちゃったじゃねえか。ほほほ、またったな、妖精の声を。わしの石像は役に立ってるか。どうやらお前はわしの見込んだ通り、この地の運命を変える力を持っているようじゃ。じゃがこの先はもっと厳しい試練がお前を待っておる。周りのゴロン族たちを見るがいい。この山はもうじき雪と氷に覆われ、生きる者の住める場所になる運命じゃ。よほどの勇気と決意がなければ、この先に進んでも途中で倒れてしまうのがオチじゃって。まあその勇気と決意がお前にあるというなら別じゃがの。どうじゃ、それでも進むか。いや、進みますよ、バカ野郎。お前が決めるんじゃねえ。OK。あ、祠まで飛んでいくか、わしの後ろをついてくればいい。あー、またこれか。え、何？見た目にとらわれず、感じるまま進めば、道は開けていくものじゃ。見た目にとらわれずって何？どういうこと？よいか、わしの後をついてこい。オーケー、フクロウの後をついていくんですね。見た目にとらわれずってどういうことだよ。何そのカクカク。え？え？うん。あの羽の上を渡っていけってことか。いや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 、この羽の上を渡っていくんだよね。オーケーオーケーオーケー。合ってる合ってる。あかんあかんあかん。あかんあかんあかん。あ、羽の上歩けるってことね。あー、難しいわこれ。これ難しい。あ、でも分かった分かった分かった。そういうこと、そういうこと。ビビッとビビッと。羽の上を歩いていくんだね。うん、分かった分かった。何すればいいのかなって思ったんだけど、最初から言って。そう、わざわざカッコつける必要ないから、すぐカッコつけようとするんだから。これちょっと、あまり分かりにくかったな。危ない。OK。で、次は、こっち。おい、おい、おい、おい。で、おい。で、おい、よっしゃ、ゴロン族でやってまいりました。ほうほう、確かにお前の勇気と決意は見届けだ。これから先も見た目に騙されることなく、自分の感じたことを大切にするのじゃ。さあ、ほら入るがいい。中にはお前の冒険の手助けとなるものが眠っておる。帰りはそれを使ってみることじゃ。ではまたいつかお前と会える日を楽しみにしてるぞ。さーて、何か手に入れられるんですね。何でしょうかね。中に何か宝箱がある。なんなんだ、じじい、意外にもいいやつじゃないか。あ、爆弾が出てきたね。めちゃくちゃ爆弾が出てくる。さて、開けよう。パラララ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 ララ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 ジュレレレ。誠のメガネを手に入れた。不思議なものが見えてくる。便利なメガネだ。このメガネを使って何かしていくんですな。はあ、ははあ、うん、魔力が使って真実が見え、もう一度押すと使うのをやめるというわけで。何か見えるらしいですね。よくわかりませんが、とりあえず爆弾置いてみよう。岩があるんでね。岩があるんで。あのの、投げちゃった。思いっきし投げちゃった。宝箱。なんだ？魔力か？紫ルピー！オーマイガー！ 50 ルピーだって？顔にやけるわ。にやけまくりだわ。めちゃくちゃ笑ってるよ、俺。あ、こっちには何もない。あ、こっち何あんの？あると見せかけて何もないパターンとかやめてね。あ、何もないね。騙された時間の無駄だ。オッケーオッケー。じゃ、先に進みましょうかね。この新たな魔力のメガネというのを手に入れたんですが、これで何か見えるようになるらしい。らしい、らしい、らしいですね。こいつが言うにはね。こいつが言うにはそうらしい。合ってるかどうかわかんないけど。魔力を使って見ていく。あー、なんか見えてるね。えいー。あ、使ってる最中は魔力を使うんだね。危ない、落ちるとこだった。セーフ、セーフ、セーフ。はい、これでいけるようになりました。あ、なんかいる！もしかしておめえ、オラの姿が見える頃？本当見えるのはオラの後をついてくる頃。
オラの後をついてくる。ついていこう、ついていこう。どうした、どうした、どこに行く。おい、結構早いな。結構早いな。ちょっと待て。またお前いんのか。あ、家あった、家。あ、ちょっとセーブポイントもあるね。オッケーオッケーオッケー。お前意外にも遅いね。もっと早くていいわ。もっと早くていいよ。どこに向かってんの？あ、敵いる敵。敵はガンムシでいいでしょう。俺は真実しか見えないんだ。どっち？どっち？前？前？前？ややこしい動きすんなよ。フェイクとかやめろよ。こっち行くふりしてこっち行くとかやめろよ。しょうもないことすんなよ。あれのダメージ食らっちゃった。オッケー？オッケー？ここか？右か？合ってる？あ、ここだね。ほうほうほう。中に入ってこいとということでしょうかね。中入りましょう。あ、やってまいりました。え？え？待て待て待て。これまた、これか。あ、そういうことね。また次はどこに行くんだ？次はここか？あー、うちダメ！何してんだ、このバカ狼。死ね、ハゲ。死ねえや、お前。あいつどこ行きやがった？見失ったよ。これ見失ったらまた最初からじゃないの？どこ行ったの？まずまず魔力も限界があるからね。あ、いたいたいた。上にいたね、今。あ、ゴロン族が。大丈夫かい？溶けてるね。溶けてるじゃない。凍ってるね。今、こっちにいたのはチラッと見えたぞ。とりあえず追いかけましょう。ムシムシムシ。いたいたいた。ごめんごめん。遅れたわ。クソ狼を落とされたんだ。結構長いね。ねえ、オタク。時間制限あるんだ、こっち。3日以内に解決しないとダメだからね。さて、山里だ。いたいたいた。あ、魔力の方がちょっと半分切ってるね。なんか出てる。なんかよくわからないもん出てる。早くして。時間ないっつってるよね。どこ向かうのよ。あ、こっちか。お前はいいよね。飛んでいけるから。あー、うち、これ上がれ。これなんで上がれないの？このサイズ余裕でいけるでしょ。このサイズいけないってことないでしょ。リンク数々乗り切ってきたよね。まずいぞ。変な時間潰してるな。うん。あー、もう最悪。なになになに？いけたでしょ。あー、待って。手痺れてきたわ。手が痺れてきた。そんな報告いらない？ちょっと待てよ、これ。面倒だな。デクナッツの方がいいか？ちょっと待って、これいけないんですけど。もうデクナッツの方がいいね。デクナッツで行きましょう。あー、言うてー。ポンポンポン。よし、姿変えるのよー。ゲッチュー、いけるようになったね。そしてこの上だ。あ、意外にも長い。意外にも長い。次は右、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 右。で、上に上がります。上に上がります。ややこしい階段。誰だよ、これ作ったセンスのね。センスのかけらもないね。で、左に参ります。合ってんのかどうかわかんないけど、左に参ります。魔力がないです。魔力が大絶賛切れまくり中でございます。で、ん、こっちか、こっちで合ってる？ちょ、適当に進んでるかわかんないけどね。完全ゴロン見失ってるから。あ、いたいた。あ、上で溶けてるね。いるじゃん、いるじゃん。このゴロンは生きてるゴロンなの？ここはゴロンの勇者が眠る墓場ゴロ。オラ勇者の墓場作りに、墓を作りに来て、ここに来たんだけど、帰り道が雪で塞がっちまってゴロン座と戻れなくなってしまったゴロ。おまけにこの寒さでオラの兄弟は凍っちまった。凍ってるね、思いきし。あれ死んでるよね。温泉のお湯。はぁはぁはぁ。温泉のお湯ですね。ここにあるのかな、もしかしたら。まあ、とりあえず中に入りましょう。はい、ゴロンの墓場へやってまいりました。あ、いたいたいた。大翼の旦那がオラの姿を見えるやつがそのうち来るって言ってたが、本当にその通りになった頃、オラの名はダルマーニ3世、誇り高きゴロン族の血を引く者だごろ。まあ自分で言うのもなんだけど、生きてる時は百戦錬磨の強者だった頃、自分で言うね、本当。そう、生きてる時はなんで死んだんだよ。そうだから、俺はもう死んでる頃、結構知ってる。結構知ってる。初めの時点で気づいてた。あ、死んでるなってこれ。
ゴロンザと悪さをしている魔物を退治しようとスノーヘッドを一人で乗り込んだまでは良かったんだが、スノーヘッドから吹き出す吹雪で谷に落とされこのざまだゴロ。結構な無様だね。笑える無様だよ。悔しいゴロ。この前ゴロンザとが氷漬けになっていくのをただ見てるなんて死んでも死にきれないゴロ。そういや大翼の旦那が言ってたけど、おめえ魔法が使えるんだってな。頼む、オラを魔法で生き返らせてくれ。そんなことできねえよ。結構な上級者じゃねえとできねえよ。いや、できないのなら生き返らさなくてもいい。オラの思い出が癒されるならどんな方法だっていいゴロ。癒し、ああはいはい、癒しの歌ですね。これありましたよね。どれだ、癒しの歌、はい。XYR ね。OK。あ、爆弾だこれ癒しじゃねえ破壊だ破壊ね、間違った。時のオカリナを出さないとね。全然違う。俺が歌ってる BGM と全然違うね。いい曲だゴロ。オラの気持ちが曲の中に溶けていくゴロ。何その音楽評論家みたいな表現の仕方。ねえ。何なのそれ、気持ち悪くて仕方がないわ。すげえタラコ唇だな。気持ち悪いよ。気持ち悪い。ゴロンゴロンゴロンじゃねえか。これはこれで結構気持ち悪い光景だよ。泣いてんのか。あ、急に真顔になった。どういうことよ。お、あ、びっくりした。あ、ゴロンの仮面だ。はい、ピーマンはゴロンの仮面を手に入れたんじゃないでしょうかね。オラの気持ち、おめえに預けるゴロ。オラが生きてる時のことは墓に刻んであるから読んでみるゴロ。はい、大事な大事なアイテムを手に入れました。ゴロンの仮面を手に入れた。誇り高きゴロンの勇者の魂が封じ込められた仮面だ。かぶればゴロンの姿に乗り移ることができる。外せば元の姿に戻りますというわけで、これをかぶるとゴロン族になれるらしいですね。ゴロンの里のことを頼んだゴロ。あ、頼まれた。勝手に頼まれた。俺やるとは言ってないけどね。そんな死に際に言われたらやるしかねえじゃん。何が書いてんだこれ。見たことない文字が書かれている。あ、じゃあこれちょっとゴロンのあれかぶったらいいのかもしれないね。はい、ゴロンの仮面装着といきましょう。初めての変身だ。あ、また爆弾だ。間違った、ごめん。間違った。また破壊活動をしようとしてんだね。おー、顔が怖い。はあ、ゴロンリンクになりましたよ。ゴロン族の勇者ダルマーニ3世、ここに眠る。我が偉大なる勇者が残した心得をここに伝えよう。勇者の心得を読む。読みましょうか。選ばれしゴロンの勇者よ。軽々と物を持ち上げるその力は誰よりも強く、心は誰よりも優しい。ゴロン族の勇者たちは A とカーソルで、丸まって地面を駆け巡る。はあ、そんなこともできるんだ。その時魔力を持つ勇者のみが体が鋼のようになり、敵を打ち砕き。へえ、ゴロンの勇者にとって水は災いを呼ぶものなり、深い水の中では身動きが取れなくなるので要注意すべし。水のあるとこではゴロン族にならない方がいいのかな。うん、あ、これだね。わあ、オーマイガー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 、すごい勢い、オーマイガー。すげえな。で、もう一つ読もうか。下にあったよね。勇者の戦いの心得。ゴロンの勇者が B で繰り出す強力なパンチは何者も恐れない。また B を繰り返し押すことで連続パンチ。あー、すごいね。 A で丸まっている時に B でジャンプして着地すると大地に大きな衝撃を与え敵を倒すであろう。マジで？おー、こんなのもできるんだ。やべえな。で、 B で殴る。連続パンチ。最後のヒップアタックいるかな。それセンスの問題だね。最後いらないでしょ、どう考えても。あ、次の日の夜、あと36時間か。まあ、とりあえずね、今回ゴロン族の仮面を手に入れたんで、これにて終わりにしましょうかね。え、これ仮面手に入れたってことは、ここで3日前に戻ってもいいってことだもんね。おめえ、いや、おめえ様はダルマーニ様じゃないゴロ。いや、じゃあ俺が作った墓は一体誰の。もしかして墓の下であったかいから生き返ったゴロか。墓の下があったかい。あー、なんか言ってたね、こいつ。あ、これ掴むってあるね。掴んでみようか。なんすんの、引くの。あ、引くね。
あ、この下に温泉のお湯があるんだ。はあ、はあはあははあ。あ、出てきたね。わあ、暖かい。実に暖かい。むしろ暑いんじゃないでしょうか、これ。でと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 。このゴロの状態でアイテム使うことって可能なのかな？瓶使えるかな？あ、瓶使えるね。オッケーオッケー。じゃあ瓶を使っていきましょう。えいー。腹立つ顔しとるわ。結構腹立つ顔してるね。温泉のお湯を瓶に入れて冷めないうちに使ってみようですね。この、出たところにね、凍ってるやつがいるんで、早速使いましょうよ。大丈夫かい？大丈夫ころか？丸まってる。オッケー。これで、ほい、溶けろ、兄弟よ。ちょいな、溶けるはずだ。あら？あらら？あ、こんなんで溶けるんだね。よかった、よかった。生きとんのかい。ん？ほら、今まで何してたごろ？おお、兄弟大丈夫ごろ？こうちまった。おめえをダルマーニ様が助けてくれたごろ。ダルマーニ様？おめえ何寝ぼけているごろ？ちょっとこいつの話聞いたから、ダルマーニ様は特訓死んで墓の中なのによ。ひー、ダルマーニ様。ダブルリアクション、いいね。俺もびっくりした頃、でもどうやらダルマーニ様は死んでなかったみたい頃。ほんと頃？嘘頃。これでゴロンの里にも希望の光が見えてきた頃。ダルマーニ様、スノーヘッドから吹く吹雪を何とかしてほしい頃。それは結構無理で、無茶ぶりだ。うん。長老、どこに会いに行くんだろうね、長老は。あ、じゃあこれお湯また入れておこうよ。あの、鍛冶屋で武器強化しないとね、できるようになるからね。オッケーオッケーオッケー。これでまたお湯をゲッチ。えいー。はい、温泉のお湯を瓶に入れた。すごい勢いだよね。これで移動した方がいいね。おららららららら ら, ら。ウェイ、あー、水の中落ちたらゲームオーバーなのに、何をしているんだ俺は。ミスが続くね。このまま落ちちゃって大丈夫？あー、結構なダメージ食らったね。まあ、回復できるからいいんだけどね。はい、とりあえずリンクに戻りましょう。ゴロン族は深い水の中だと弱点で泳げないのでね。うん、ここは降りても大丈夫。さて、このお湯をあちらへ持っていきましょう。どこだ？この、ここだよね。ここ、早くしろ、早くしろ。時間は限られている。その中で何がするかが一番重要なんだ。わかってるよね、皆さん。さて、やってまいりました。うごうごうごう。お前はうるさいって。お客さん、分かってくれよ。牢の氷が溶けないと仕事はできないんだ。ちょっと待って、これもう、これかけたらいいんだよね。OK、かけよう。これ持ってきたぞ。当たってる？溶けた溶けた。正直当たり判定おかしいけどね。うごうごうごう。クオラガボラ。お？おお、なんてことしてくれたんだ。よしよしよし。これでできるようになるか？うん。よし、剣を鍛えるの。100ルピー、出来上がりは明日の朝。100ルピーは持ってないな。鍛えた剣は100回使うと、刃こぼれして、元の切れ味戻ってしまうけどね。ちょっと待って、ちょっと待って、100ルピーは持ってねえや。うん。俺が鍛えた剣と砂金があれば、何回使っても刃こぼれしない最強の剣を打ってやれる。時を超えられるほど、おわー、作ったやつは時を超えられるほど強くなるんだね。砂金か。砂金はねえな。とりあえずこれ強化しておいた方がいいよね。敵とかもすぐ倒しやすくなるし。あー、100ルピーはねえぞ。近くに出ねえか。これさ、時のオカリナでさ、戻っても、3日前に戻っても大丈夫だよね、これ。え、いいのかな？いいよね。もうこのまま、ゴロン族のお面はあるまんまだよね。とりあえずね、ここでセーブしましょう。ここでセーブして、3日前に戻っても大丈夫なのか、ゴロン族の仮面はあるのか、ちょっと検証していこうか。どうなんだろうな。なかったら厳しいよな。また違う。また俺が歌ってるのと違うね。最初朝戻りましょう。さて、ゴロン族の仮面はあるまんまなのかな。ボム袋もどうなるんだろう。あ、下画面表示されてるね。あー、ボム袋もなくなるのか。マジで？あ、でも、ゴロン族の仮面があれば、雪砕けるよね。はい、最初の朝へやってまいりました。コケコッコーじゃねえんだよ。あ、ゴロン族の仮面もあるね。ただ爆弾がないのか。あ、ボム袋あるまんまなんだ、これ。だよね。
うん、あーよかったよかった、はい、全部ありますね。爆弾も取れますし、オッケーオッケー、3日前に戻すことは可能ですね。とりあえずファーストミッション的なものをクリアしたのかな。エゴロン族の仮面を無事手に入れることができたので、次回の実況ではまたゴロン里の方をプレイしていきますので、もしよかったら次回また見てくださると嬉しいです。じゃあバイバイ、また会おう。